カリン・モンス・ドッテルは、スウェーデン王エリク14世の王妃。モンス・ドッテルは、モンスの娘を意味する負傷。カリンは、牢獄で働いていたモンスと、エリクの異母妹とエリサベトの事情をしていた、イングリッドとの間に、ウップランド地方で生まれた。1565年に、エリクの愛称となった。彼女の存在は、 全く公的なもので、カリンは上等の衣類を与えられ、エリクと共に大っぴらに宮廷に現れ、スウェーデン史上初の公めか目けとして扱われていた。カリンは存命中に肖像画を描かれたことがないが、ブロンドの長い髪と邪気のない瞳をし、穏やかでつつましやかな、ごく普通の人物だったという記述が残っている。エリクは、精神不安定に苦しんでいたが、 その彼をいたわり落ち着かせることができるのは、カリンだけだった。カリンの存在を、エリクの親族は評価していた。彼女は、宮廷内に、敵はいなかったが、尊敬されておらず、1568年にエリクと、正式に結婚すると終文となり、それが彼の敗囲にもつながる結果となった。カリンは、政治的に何の野心も持たない女性であったが、スウェーデン史における、 彼女の印象は、王の助言者、ヨランペッションと共に、エリクを支える姿が主である。およそ300年後に、画家ゲオルク・フォン・ローゼンにより描かれた絵には、精神が混乱して、床に座り込むエリク、そのそばで、彼の手を取り純心な天使のごとく支える、カリン、反対側には書類に署名させるべく立つヨランペッション、という構図で描かれている。 エリクとカリンは1568年に正式に結婚し、それ以後カリンは王妃として偶されることになった。大冠式の最中、王冠を運ぶ聖職者の手から誤って王冠は床に転げ落ちた。その後すぐ、エリクのイボ帝たちが反乱を起こし、エリクとその家族を遊兵した。エリクの敗位が決まった後、カリンは王太号、カタリナステンボックの前にひれ伏して、 狂気の残るエリクをどうか許してください。と叫んだと伝えられている。エリクとの結婚がクーデターの起こった理由の一つであり、同じく王帝ヨハンに対しても彼を許してください。と同じことを叫んだという。しかし、王太后カタリナは完全に無視した。この話は民間伝承の伝説の一つとなった。1573年。 カリンと子供たちはエリクから引き離された。カリンがこれ以上エリクとの諸子を生まないようにするためだった。彼らは応募の城に送られ、エリクの死ぬ1577年まで身柄を拘束された。1575年には交流されていた息子グスタフがカリンの元から引き離された。彼はポーランドへ送られ、イエズス会修道士に育てられることになった。 カリンの手元に残されたのは、長女シグリッドだけだった。エリクが死ぬと、カリンは恩情を受けて、フィンランドに領地を与えられ、余生をそこで過ごした。カリンは二度スウェーデン宮廷へ戻る機会があった。1577年、未亡人となり経済援助を頼むために、ストックホルムへ旅行した際と、1582年に、ヨハン三世の日、カタジナと大大、王太号 カタリナ・ステンボックと会った、いわゆる、三条の会談の時である。1587年、カリンの長女シグリッドは、王女アンナバーサの次女となり、ワルシャワへ同行することになった。カリンも娘に同行して、ワルシャワへ行き、12年前に引き離された長男、グスタフと再会した。グスタフは、 カトリック教徒として育てられており、スウェーデン語を忘れたグスタフと、スウェーデン語しか知らないカリンは、互いに一言も言葉を交わすことができなかった。カリンは、グスタフの体にある生まれつきのほくろを見て、自分の息子だと確認したのみだった。次に母子が再会したのは、1595年のエストニアでだった。グスタフは困窮し、傭兵として食い繋いでいた。カリンは、 経済的に援助しようとし、グスタフをスウェーデンに帰国させるよう許可をもらおうとしたが、カリンは二度とグスタフに会うことはできなかった。一方で、長女シグリッドは、スウェーデン貴族と二度結婚し、母のそばで生きた。カリンはフィンランドで尊敬され、好かれた。1596年から2年間続いた、大規模な反乱の間、ボートたちは、 カリンの領地から略奪するのを控えた。カリンは1612年に亡くなり、トゥルク大聖堂に葬られた。映画音楽、ありがとうございます。